どうも、太郎です。さあ、本日はね、サップ見せた2編リベンジ編です。前回ね、バイトだけで終わったんで、今回はなんとか魚をゲットしたいと思います。じゃあ早速流されるんで行きます。夏って感じだね。いい感じ。青空と白い雲と最高の夏日やね。さあ行きますか。前回上流やったからさ、今回は下流行こう。フラッテールマウスからやっていこう。出た。よし、よし、乗ったよ。しっかり乗っとるよ、これは。おれおれ、サップ初フィッシュいやいや、釣れたに変わりないから。これしっかり乗っとるし、これ口刺さって、いやー嬉しいいや嬉しい、純粋に嬉しいな、これは。サップフィッシュ。刺さりすぎて取れへんけど、ちょっと。まあ、キャッチやろ、今のは。サップ初フィッシュよ。な、結構かかっとったから、今。握れへんだ。ええやん、もう釣れたでな。サップ初フィッシュやったな。リベンジ成功やろ、ある意味。もうこれは成功としよう。しようっていうか、もう成功や。釣れてんねんから。ビューグルで行こう。ビューグルで。分かってる、欲しいのあのサイズじゃないんだよっていうね。
しゃ移動しよう、次のクリック行こう、移動移動。ポイント移動します。いやまあ途中から音声ないと思うけどね、まあ落ちましてですね、ピンマイク壊すっていうやってしもたわ。もういやもうかなわよね、イエティのバケツの蓋も飛ばすし、ただまあ涼しいよね、もうびちゃびちゃ、全部びちゃびちゃ。まあこういうこともあるのがサップなんで、これだからこういう服着てるから、海パンと上もねラッシュガードみたいなやつ着て楽しむアクティビティやん、サップってね。まあ気を取り直してさ行こうに、次このピンマイク変えたけど、これ落としたらもうえらいこと、今ちょっと落としたかと思っちゃう、えらいことやから、今度はもう落ちやんよ、そんな期待しても落ちへんからね、それはもう。よかった、さっきこうピアスも飛んでさ、ここにキャッチとあれが両方ポンって乗っとったわ、それ奇跡じゃん、もうほんまに。いやまあ不幸中の幸いというか、まあこう水辺の遊びはそんなもんよね。ネクストネクスト、もうだから座るもんなくなったわ、頑張ります。こっからピンマイク落とすのビビっとるから、もうこれぐらいの座っていくから、俺はもう今から。はい、じゃあビューグルでやっていきます。
はい、ダブルスイッシャープロトでいきます。中止やもう撮影終わり終わり。タナ D が傘忘れよるからもう常に積んどこかなあかん言うてんのにさ、もうほんまに雨降ってきてさ、天気崩れてきてちょっとね、僕はいいんすよ、べちゃべちゃに濡れてももう濡れてるから。そやけどもうタナ D がさ、もういやカメラは大事やから、タナ D がっちゃってカメラが大事やな。よし、じゃあいかがだったでしょうかね、本日なんとかね、リベンジ成功して、まあこれぐらいやけど一匹釣れましてですね、でまあ無事水中ダイブも見せれたんで、まあよかったんちゃうかなとね、よかったよって思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。